間違いをした言い訳をするより、正しいことを一つする方が時間はかからない。今正しいことも、数年後間違っていることがある。逆に今間違っていることも、数年後正しいこともある。最も危険なことは、敗北よりもむしろ自分の敗北を認めるのを恐れることであり、その敗北から何も学ばないことである。勇気と力だけがあっても、慎重さを欠いていたら、それは無に等しいということを忘れないでいてほしい。大きな苦労した時期があったおかげで、前よりもよく分かった。人生は何があろうとも、いかに豊かで美しいものか、そして普段気に病むことがいかにちっぽけなものか。成功しないということは感謝すべきだ。少なくとも成功は遅く来るほど良い。その方が君はもっと徹底的に自らを見出せるだろう。冬がなければ春をそんなにも気持ちよく感じない。私たちは時に逆境を味わわなければ幸福をそれほども喜ばなくなる。行動する前から叩かれてしまうこともあります。それでも行動するのが本当の勇気です。何度転んだって何度だってやり直せる。失敗っていうのは転ぶことではなく、そのまま起き上がらないこと。美しく破れることを恥と思うな。無様に勝つことを恥と思え。一日一日を大切にしなさい。毎日のわずかな差が人生にとって大きな差となって現れるのですから。人生において大切なのは、引く時のタイミングであり、切る時のタイミング、そして攻める時は思い切って人目を構わず攻めなければならないはず。